母国ベトナムで今年8月、元気な赤ちゃんを出産した女性。日本で妊娠後、不安定な立場に悩まされました。最初は嬉しかった。でも、その後たくさん考えて、プレッシャーを感じた。4年前、技能実習生として来日し、去年、特定技能の資格に切り替え、食品加工の仕事をしていました。同じく実習生として来日したベトナム人の夫との間に赤ちゃんを授かったため、登録支援機関に相談すると、ビザの更新はできないと言われ、さらに住居の支援をしない、寮には住めないと言われた。女性は支援団体とともに職場側と話し合い、最終的にベトナムで出産しました。産休を経て復職する予定ですが、子供を日本に呼べるビザは3ヶ月しかないんです。現在の仕組みでは、ベトナム生まれの赤ちゃんには3ヶ月の在留資格しか下りず、日本で一緒に暮らすことはできないのです。家族が離れ離れになっても頑張るしかない。日本で産めないからベトナムに帰りなさいとか言って強制帰国をさせてしまうケースっていうのがすごく多いです。やっぱり安価な労働力として受け入れている受け入れ企業さんがあって、でそこで妊娠をすることによってやっぱり戦力にならなくなるので、政府は今日、外国人技能実習生の妊娠をめぐって初めての調査結果を公表しました。技能実習生の女性600人余りを調査したところ、4人に1人が妊娠したら仕事を辞めてもらうなどの不適切な発言を受けた経験があることが分かりました。氷山の一角でまだまだ声を上げられない子たちは日本にはたくさんいて、自ら中絶を選んだりだとか強制帰国をさせられてしまったりだとかっていうような子たちがいて、そうやって不当な扱いを受けて泣き寝入りをしている子たちっていうのはたくさんいるので、そこの若者たちの支援っていうのはすごく必要になってくると思います。入管庁は妊娠・出産を理由とした離職や帰国の強制は決して許されないとしていて、受け入れ団体に不適切な扱いを報告するよう求めています。ニュースディグ。